皆さんこんにちは。文部科学省の研究振興局で、学術基盤整備室長をしております丸山と申します。今日はこのようなところでのご説明の時間をいただきましてありがとうございます。学術基盤整備室、本題に入る前にですね、ちょっとその学術基盤整備室っていうのだけご紹介申し上げたいというふうに思いますが、主にですね、関係者もたくさんおられると思いますけれども、学術情報ネットワーク、いわゆるサイネットの整備であるとか、それから大学の拡大欄等 その基盤整備、あるいは学術情報流通に関する業務の中で、大学図書館等を所管しております。また組織としては今申し上げた大学図書館のほか、国立情報学研究所、あるいは統計数理研究所を所管して、その教育研究業務のサポートをさせていただいております。私自身は、この4月に着任をしたところであります。今日のお話はですね、もうだいぶ皆さんの知識もかなり終わりになるというふうに思いますが、経緯などを踏まえながら、文科省が行っている、施策等についてご紹介ができればということで進めてまいりました。まずこれはもう言わずもがなですけれども、オープンアクセスからオープンサイエンスの流れ、それから、オープンサイエンスに関する世界的な動き、それから国内の動き、最後に、やっぱり国内の動きの中でも科学技術学術審議会、特に文部科学省に設置されております審議会があるんですが、ここ の学術分科会という、学術の関係を中心に議論をする組織が設けられておりますけれども、この中の学術情報委員会というところが平成28年の2月に取りまとめた審議まとめを少しだけ振り返らせていただきまして、その項目に沿った形で研究成果の公開についての基本的な施策を少しご紹介を申し上げたいというふうに考えています。1枚目のスライドはもうこれいろんなところで見たことがおありになるかなと思いますけれども、全体としては、オープンアクセスからオープンサイエンスということで、科学技術基本計画の記載が変化をして、オープンサイエンスが大きなトピックになったということであります。すでにこのあたりはご承知の事実だと思いますけれども、左下の論文の公開、すなわちオープンアクセスというものが第4期の基本計画で推奨されまして、リポジトリの整備等と相まって、徐々にではありますけれども進展をしてきたところであります。続く第5期でございますけれども、このオープンアクセスからがその研究データを含めたものとして拡大をされていくわけであります。このオープンアクセスというものに加えまして、研究資金配分機関はこの JSP も含めてですけれども、データの登録公開に関するルール制定を進めておりますそこに少し事例として載せてありますけれども、JSP におかれてはデータマネジメントプランの作成がなされたり、英明の等においても研究データの登録先を指定して公開をするといったようなことが行われておるところであります。課題まだまだありますけれども、こういう形で徐々にスタートが切られているということであります。それでオープンサイエンスに関する世界的な動き、特にですね、細かく説明しだすときりがないんですけれども、G8 あるいは G7 の関連のみお話をさせていただきたいというふうに思います。まず平成25年の6月に英国で行われました G8 科学大臣及びアカデミー会長会合において、科学研究データのオープン化が確約をされて、その下になりますけれども、公的資金の提供を受けた
研究成果へのアクセスを拡大させる政策を推進するというふうにされたわけであります。この G8 の この会合での共同声明、ここでの議論がオープンサイエンスについての今後の世界的な議論を加速させるきっかけになったと、このことは皆様の周知の通りでございます。それから2つ目として、また昨年ですね、筑波で行われました筑波科学技術大臣会合で筑波コミュニケが取りまとめられております。ここではここに1つ目のポストでありますけれども、研究分野によって事情や状況が異なると、こういったことが念頭に置きつつもオープンサイエンスについては推進をするといったようなこと、それから一つ飛ばしまして、研究者、この推進を行うにあたっては研究者や研究機関にインセンティブを付与することのなど、基盤の強化の必要性が謳われております。それから大きな動きとしては、一番最後のポツにございますけれども、国際ルール作り等を検討するための作業部会が設置をされました。この作業部会自身は日本と EU が共同事務局として務めておるところでございます。この G7 の動きにつきましては、今年でございますけれども、秋にイタリアで開催が予定されているわけでありますが、この作業部会での検討を踏まえた議論がここの場では行われるというふうにも聞いております。それから今度は国内の動きでございます。まず一番上にございます内閣府の動きでありますけれども、オープンサイエンスに関する検討会が我が国におけるそのオープンサイエンス推進のあり方についてということで、平成27年の3月に取りまとめを行いました。こちらでは一つ目のポスにございますけれども、公的研究資金による研究成果、論文あるいは研究データ等でございますけれども、これの利活用の促進を拡大すること、これを我が国 そのオープンサイエンス推進の基本姿勢とするということ、それから論文あるいは論文のエビデンスデータとしての研究データは原則公開するというふうにされたところであります。こういった基本姿勢が2つ目の丸でございます。第5期の科学技術基本計画、平成28年1月に閣議決定をされましたけれども、これにも生かされたところであります。それから3つ目の大きな丸ですけれども、以前もいたしまして、科学技術学術審議会の学術分科会学術情報委員会の方で、学術情報の、オープン化の推進についてということで、審議のまとめが、平成28年の2月になされております。このことについては後ほど講述をさせていただきたいというふうに、思います。また28年の7月でございますけれども、日本学術会議の方でも検討委員会が設けられて提言がされております。オープンイノベーションに資するオープンサイエンスの在り方に関する提言ということでございますが、こちらでは研究コミュニティにおけるデータ戦略の確立などが示されたところであります。それでは私ども文部科学省の中に置かれております科学技術学術審議会学術情報委員会の審議まとめ、学術情報のオープン化の推進についてを少しご紹介申し上げたいというふうに思います。一番 検討の背景はちょっと省略をさせていただきたいというふうに思いますけれども、2つ目の資格の部分、基本的な考え方といたしましていくつか述べられております。一つ飛ばして2つ目の丸からご説明申し上げますけれども、
研究成果の利活用の促進が、分野を超えた新たな知見の創出、あるいは効率的な研究の推進等に資するということ、また研究成果への理解の促進、あるいは研究成果のさらなる普及が期待されること、それから研究の透明性確保にも資することから、この公的研究資金による研究成果のうち論文、あるいは論文のエビデンスデータ、エビデンスとしての研究データというものは、原則公開とすべきとされたわけであります。それから、他方で、この最後のポツでございますけれども、論文のエビデンスとしての研究データの公開や利活用の促進には、データが研究者において適切に保管されることが重要とされました。その上で、どのデータをどのような様式で公開とすべきか、あるいはどのような場合に非公開ということにすべきかについては、研究者コミュニティによる検討が必要というふうにされております。このような基本方針を踏まえまして、基本的な方策として、次の5点が示されております。1つ目が、論文のオープンアクセスについての取り組みということで、今申し上げた公的研究資金による論文については、原則公開とすることを、第5期の基本計画中に実行すべきということ。それから、機関リポジトリをセルフアーカイブ、の基盤として、拡充するとともに、質の高い、オープンアクセスジャーナルの、育成を図るということが言われています。それから、2つ目として、論文のエビデンスとしての研究データの、公開という観点からは、研究データは研究の実施段階から研究の終了後に至るまで利活用可能な状態で適切に管理を行うことが必要だということ、その基盤として大学とが連携してアカデミッククラウドを構築し活用すること、また公開の対象とする研究データの範囲やその様式は研究者コミュニティのコンセンサスを形成すること、それから研究データの公開は公的データベース等、あるいは大学等の機関リポジトリを活用しましょうということが述べられております。それから3つ目ございますけれども、研究成果の散逸等の防止という観点で、大学等においては明確な方針の下で保管蓄積を行っていくことが重要であるということ、それから、その成果にデジタル識別紙を付与して管理する仕組みが確立されること、それから、4つ目の研究成果の利活用という観点では、今度は学協会は論文に係る著作権ポリシーや研究データの利用ルールを明示する、それから研究データの非引用を、データを作った人、データ作成者の業績として、評価することが大事だということが言われております。それから5点目として、人材の問題でございますけれども、人材の育成および確保という観点で、研究者の支援にかかる人材、あるいは研究データを専門的に、取り扱える新たな専門人材の育成確保が必要というふうにされております。この報告まとめを、ポイントだけこうざっくりと、まとめてみるとこんなような絵になるのかなということで、学術庁のオープン化に関する、概念の拡大、すなわち、これまで その論文へのアクセスを中心とした、オープンアクセスから研究データを含
果の利活用が非常に大事というふうにされたことを踏まえて、公的資金による研究成果のうち論文および論文のエビデンスとしての研究データは原則公開すべきというふうにされて、こちら下にもございますけれども、各ステークホルダーが当面取り組むべきことについて整理を行われて明示がなされたものというふうに理解をしております。ではただいまご説明申し上げた報告書の基本的方策について、それぞれの関係の政策を主だったものをご説明申し上げたいというふうに思います。この資料は一番上のところで四角で囲いましたけど、ここが今申し上げた基本的方策の部分をそのまま抜いたものでございますけれども、この一番の論文のオープンアクセスについての取り組みといったような観点では、具体的諸政策の例としては、一つは日本学術振興会、こちらの方では科学研究費補助金の科学研究費助成事業、これは計画、政策公開促進費の制度改正が平成25年に行われております。オープンアクセス市のスタートアップを重点支援するための応募区分がここで新設がなされました。それから、この2つ目のところですけれども、研究成果のオープンアクセス化の推進ということで、科研費の平成26年度の研究実績報告書から研究成果のオープンアクセス状況について記載を求めることが始まりました。このほか平成28年度の公募要領から科研費の助成を受けて執筆した論文のオープンアクセス化を推進する旨明記され、この3月でございますけれども、日本学振興会のその関連のファンドに関してはオープンアクセスポリシーの策定がなされたところであります。それから、次に JST 理化学振興機構の関連でございますけれども、総合電子ジャーナルプラットフォームでございます、JST による支援が行われているほか、研究成果のオープンアクセス化の推進という観点では助成した研究成果、論文が中心ですけれども、これの、オープンアクセスの推奨が平成25年4月に始まりまして、その後オープンサイエンスポリシーの策定、29年4月、これを踏まえて、義務化が進んでいるところで、ございます。それから、国立情報学研究所の取り組みでございますけれども、学術機関リポジトリの構築連携支援事業、それから共用リポジトリ、ジャイロクラウドの提供といったようなことで、リポジトリの構築を支援する取り組みが行われています。それから、先ほど、トレンド生からご紹介ございました、スタートジャパンの活動も、現在も継続して行われているということであります。それから、大学等でございますけれども、オープンアクセスポリシーの策定、公表がこの4月5日現在で15大学等で、なされております。京大筑波、それから、日文研とか旧大、徳島、千葉大運といったようなことで、15大学等に広がってきているということであります。それから文部科学省の中でも、これは省令でございますけれども、学位規則の改正がなされまして、博士論文は従来は紙ベースでの保存、それから公開ということで行われておりましたが、インターネットを活用して、原則は機関リポジトリに入れなさいということになっておりますけれども、これによる電子的なその公表法が義務化、これされ25年4月からされたわけで、ございます。ここにいらっしゃる方はもうすでにご存知だと思いますので、ごく簡単にご紹介申し上げますが、総合電子ジャーナルプラットフォームの J ステージがありますけれども、学術論文、特に電子ジャーナルを国際的に流通させるための、代表的なプラットフォームというふうになっております。
まあ、現状としては平成11年に開始がなされて、現在までに310万の記事が掲載され、まあ、国内の学会の約半数が参加をし、約2100強の電子ジャーナルを公開しているということであります。まあ、JSA 自体はこの公開にございますけれども、日本の学会の国際発信力の向上に貢献しているものというふうに考えております。平成28年度にこの JSA 時の搭載論文のダウンロード数が1億件を超えたということであります。非常に近年利用が急増しているということが示されております。それから国立情報学研究所を中心に大学との連携の中で整備が進んでおります学術機関リポジトリでございますけれども、機関リポジトリでございますが、こちらの大学等の教育研究の成果の積極的な情報発信に貢献をするということで、もう一つはやはり大学で生み出された知的生産物、こちらの長期的な保存にも役立つものというふうに理解をしております。 NII におかれて、 NII におきまして平成17年度から大学等の機関リポジトリの構築と連携を推進を始めたわけでありますが、平成24年度からはジャイロクラウド共有リポジトリの運用も開始されております。現在の機関リポジトリの現状を少し表にさせていただいた資料であります。実は、ここに数の上では世界一ということでありますけれども、搭載の質あるいは量については世界的にはまだまだというふうに考えております。我々の審議会の議論では基本的には日本は世界に比べると大学の数が非常に多いので、そういう意味ではその基本リポジトリの数も多くなるのは当たり前じゃないかといったご意見もいただいているところで、ございます。それから、今度は2つ目の方策に関連をいたしまして、論文のエビデンスとしての研究データの公開という観点での政策の例であります。研究データの保管管理及び活用の観点から、現在の国立情報学研究所においてはオープンサイエンス推進のための研究データ基盤の整備というものが進められております。これもごく簡単にシステムをご説明申し上げますと、3つの基盤を整備してこの取り組みに資するということを考えております。一つは研究データの管理基盤として研究者が簡便な手順でその研究データをクラウド上のストレージに保存ができるようにするということを考えています。それから2つ目としては研究データの公開基盤ということで、各大学が保存した研究データのうち公開するデータに関する情報と実際のデータへのリンクを提供するシステムを考えています。それから最後に3つ目でございますけれども、研究データ公開基盤として分野別データベースなどに登録された研究データを横断的に検索できるシステムの開発構築を考えています。全体としてはまだまだこれから今取り組みを始めたばかりございますけれども、今年は基盤開発が中心で、これを開発を始めて30年度実証実験、31年度試験運用、可能であれば32年度から運用を開始する方向で今開発が研究開発が進められ始めたというところであります。
それから3つ目の基本的政策に関連いたしまして、研究成果の産出等の防止ということで、また以下にデジタル識別紙の話が指摘されておりますが、先ほどもございましたがジャパンリンクセンターの活動支援を行っております。非常に、DOI については優先高いものというふうにも考えておりまして、コンテンツ論文のみならずこれからデータへの展開が期待されるものというふうに思います。それから、基本的政策4つ目ということで、研究成果の利活用を、特にこれについてはですね、実は直接的間接的な施策ではないんですけれども、参考といたしまして学協会の取り組み状況を少しご紹介を申し上げたいというふうに思います。学協会による、著作権ポリシーが、今どうなっているのかといったようなものを整理しました。SCPJ という筑波大学を中心として千葉大東工大それから神戸大が連携をして、学術雑誌に掲載された論文の機関リポジトリへの登録を、促す取り組みが、行われているわけでありますけれども、そこからの学協会のオープンアクセスに関する方針について、調査をして、その結果を学協会の著作権ポリシーデータベースということで、公表をしております。先週ですね、29年の6月22日にこのデータベースにアクセスをしまして、一応最新のものであろうと思いますが、SCPJ、データベースに登録された、2616の学協会のうち、著作権ポリシーの状況というものは、無回答あるいは検討中というものも含めて、認めないあるいは非公開等がまだ約6割という状況に、います。ちなみにですね、これ経年の変化で、これは1年しか経年出てないのであまり参考にならないんですけれども、ちょっと5年前のデータを見つけてみて見比べてみました。ちょっとここには表情書いてないんですけれども、平成24年の状況は、この検討中非公開無回答というこの一番下の数字が 59.1ということで、それからその上のアーカイブを認めないというホワイトの部分、これが 8.8% という数字があります。その上の里熊井原稿を認めるというのはあまり変わらないんですが、これは 0.4 と変わらずと、それから里熊論文のみ認めるというものが、26.2 だと思いますね。それから、グリーンの佐渡熊井、佐渡熊井を認めるという数字が 5.5 という数字でございました。先ほど申し上げた認めない非公開等で、約6割という状況でございますが、5年前はこれが7割ということで、徐々にではありますけれども、ポリシーとしては整理が、本当に少しずつではありますが、進んできているのかなというふうにも思いますが、またまだこれから期待があるところかなというふうにも思います。それから、5つ目でございますけれども、最後の基本的方策の5つ目、人材の育成及び確保という観点で、研究者の支援にかかる人材や、研究データを専門的に扱える新たな専門人材の育成確保が、非常に大事だと、必要だというふうに言われているわけでございますけれども、これにつきましては、なかなかの我が国全体としてもこのデータという観点のみならず、その情報のに携わっている、あるいは情報の素養のある人々というものが非常に足りないんじゃないかというところは、各所でも指摘されているところがありますが、データ関連人材育成プログラムが今年度より開始がされております。これはここのところにも書きましたけれども、博士課程学生あるいは博士号の取得者等の高度人材に対してデータサイエンス等のスキルを習得させる研修プログラムを実施するということで、
研修プログラムの開発実施を行う育成機関が大学等あるいは企業等とかコンソーシアムを形成して、インターシップあるいは、プロジェクトベースラーニングと PBL とこういうものですか、こういったもので、研修プログラムを実施をしようということであります。実はこのようについてはすでにエントリーは締め切られておるというふうに聞いておりますけれども、来年度においても公募の予定があるというふうにもお聞きしておりますので、ご興味のある方は あるところはご検討いただけると大変ありがたいというふうに思います。時間がそろそろ押しておりますかね。一応駆け足になりましたけれども、オープンサイエンスに関する諸施策について、ごくごく簡単ではありますが、ご説明を行いました。オープンサイエンスのうち特に、オープンデータにつきましては、オープンと言いつつも研究データは何でもオープンということではなくて、公開の原則を踏まえながら行う必要があろうと、それから行政側においても、オープンクローズの考え方を、今後もより丁寧に説明していくことが、必要なのかなというふうにも考えています。学術会議が検討会を開始したときに、やられたときに実施を学協会に対してアンケートをしておるんですけれども、オープンサイエンスに関する検討が行われているのはまだ少数だというふうにも承知しております。そういう意味で研究者コミュニティベースではまだまだ浸透しているとは言い切れない部分があるのかなというふうにも思いますが、データの共有に向けて、コミュニティにおいても主体的あるいは十分な検討がなされることが、大いに期待がされるところであるかなというふうにも思います。以上駆け足になりましたけれども、文科省の進めております施策についてご紹介申し上げました。どうもありがとうございました。